ムフタル・カパシェビッチ・アルティンバイフは、ソビエト連邦、カザフスタンの軍人、上級大将、国防省、カザフスタン防空軍司令官、カザフスタン共和国軍参謀長委員会議長等を、歴任、カラガンダ出身。1962年からカラガンダの炭鉱で働く。1965年から1966年、前ソリク海空軍講演会のキネリチェルカスク。 教育訓練航空センターの生徒パイロット。1966年から1969年、炭鉱と。1969年からソ連防空軍。1977年、アルマビル防空高等飛行士軍事学校を卒業し、1982年まで航空連隊の戦闘機パイロット、教育戦闘航空連隊のパイロット、専任飛行士、編隊長、 飛行大隊長、飛行訓練担当副連隊長、防空戦闘航空連隊長を歴任。1982年から1985年、GK 重古不明症防空軍事アカデミーの超高生。卒業後、副師団長、師団長、防空軍団長、カザフスタン人民英雄、オッタン勲章を受章。ソ連から3党。 ソ連軍における祖国への奉仕に対する勲章を受章。ロシア連邦からは友好勲章を受章。最大一時を有する軍事飛行技師、歴史科学準博士、ありがとうございます。